早い、そうね、ちょっといろいろ理由があってこの時間に配信してるんですけど、まあ、1個2つぐらい理由があって、1つはあの今日このあと9時からなんか AKB の発表のあの YouTube 生ライブがあるじゃないですか。そこになんかかぶせたくないなと思ってそう、そこにかぶせるのはちょっとなんかメンバーとしてというかなんていうんですかね、あれかなと思ってそう普通にやっぱそっち見てほしいしっていうのが一つで、もう一個はあのこのあと7時からこのあと7時から東大王さんがそう7時から東大王さんが入るんですよ。なのでそれを見ようっていう配信。やばい、今日いつもより女優ライト弱いかも。まあいいか。配信始めたばっかなのにまたねって言われた。バイバーイ。仕事かな今から。頑張ってお仕事。珍しい服じゃーん、ジャージです。ジャージです。そうなのでちょっとやっぱ7時より間違えた、6時じゃない、9時より前には終わんないかもしれないけど、そうちょうどそのそれの番組も9時までなんですよね。だからもしかしたら配信その番組終わって配信のなんていうんですかランキング読んでる間にもしかしたらちょっと始まっちゃうかもしれないんですけど、あのそこはまあご愛嬌ということで。はい、一応ね、一応かぶってないよみたいな状況を作ろうと思ってます。なのでとりあえず9時よりも前には絶対に終わります。はい、なんかその番組自体がショールームでやってるんだったら実況してもいいかなと思ったんですけど、 YouTube ライブなのでなんか難しいなと思って、あとなんか全部なんて言うんだろう、今日発表される情報を私知ってるから、そうなんかそうなんだとかっていうリアクションできないなと思って、うん、そう新曲のなんかいろんなものの発表、表題曲のタイトルと何でしたっけ、なんかその他みたいなその他みたいな、表題曲タイトル、カップリング曲のタイトルと大発表、ジャケ写も初公開初解禁っていうあれなんですよ。だからそう表題曲のタイトルも知ってるし、カップリング曲のタイトルも知ってるし、ジャケ写ももう見たからあのわーとかっていう新鮮なリアクションができないので、そうなんですよね。なので別に一緒に配信するのもなんかあれかなと思って、難しい、なんかなんて言うんですかね、なんか一緒に見てても面白くないかなと思って、あのゆいゆいとか、え誰だっけ、レミタンとか配信メンバーにはいるので、そっちのメンバーと一緒に見てもらって、はいっ
ていう感じですね。すいません、なんかだから新曲のタイトルは知ってるファンが多い。なんで？そうなんですか？なんで？え、なんでもうバレてるんですか？やば。そうなんだ。私普通に昨日かな。あ、違うわ。昨日か。この発表の詳細みたいなのが昨日送られてきたんですけど、それで知った。メンバーより先に知るファンの人ってどういうこと？めっちゃおもろいけど、メンバーよりファンの人の方が先に知ってたんだ。めっちゃおもろいけどね、それはそれで。 AKB らしい。AKB あるある。まあ、どんな曲がカップリング曲に入るのかお楽しみにっていう感じです。はい、ね、どっから流れたんだろう。なので9時からはそちらの配信をぜひ見ていただいて、そうですね、私は普通にって感じです。9時ぐらいには終わる気持ちではいるんですけど、まあランキングとかがちょいかぶってもごめん、許してって感じですね。この手の配信はだいたい9時ぴったりには始まらないですから。どうしよう、今日に限って始まったら。わからないけど、気持ち9時には終わる予定でいますので、よろしくお願いします。こんばんは。ちょっと待って、携帯のケースがなんか変。そう、さっきねケースをね、もうさ、なんかさ、このミッフィーさとか言って、ミッフィーちゃんと綺麗に並べたのにもうぐっちゃぐちゃなんだけど、受ける、悲しい現実。もうぐちゃぐちゃ、もういいや。このピンクのやつが挟まってるから、そう、でもこれがあるおかげで、あの首からかけることができてるから、私はめっちゃこれ重宝してるんですけど、でもこれがあるおかげで逆にめっちゃぐちゃぐちゃになる。まあでもいいんです、もうぐちゃぐちゃもなんかもうおもろい、いいやって感じ。でもこれを外したくはないんですよ、このピンクのやつめっちゃ重宝してる、マジで。そうだ、これを外したくはないからいいの、これでいいの。一タワーたくさんありがとうございます。そんな感じですかね。波動、あ、皆さん、あの昨日の今日であれなんですけど、波動、はい、いかがでしたか。勝ちました、優勝しました、ありがとうございます。あ、インスタさっき作ったやつあげますね。本当にもう皆さんのおかげで、もうあやなんさんとまほちゃんと、あとコーチはもちろん、もうファンの皆さんがエナジーをくださったおかげで本当に優勝できたので、もう本当にありがとうございますっていう気持ちで本当にいっぱいで、本当にありがとうございます。もう本当に嬉しい。よし、波動のインスタ載せました、ぜひ見てください。今載っけた。
今日のねお昼とかにもう作ってたので。本当にみんながエナジーをちゃんとレベルいっぱいくださってシールドを5にしてくれたりとか、本当段数のね、なんか言ってないのに3にしてくれたりとか本当にありがとうって感じです。もう他もね22でなってて2235もう最強でした。あれあの夫人本当に最強。そう本当に皆さんのおかげ、そして真帆ちゃんが点数取ってくれたおかげ、そしてあやなさんがもう本当に絶対勝とうねってもうめっちゃ言ってくださって、程よくないけどもうカードぐらいのプレッシャーだったんですけど、でもしっかりと初戦勝ってくださったおかげで本当にこうなんて言うんですかね、はい本当に嬉しかったです、はい、最高ありがとうございました。シールドチャージ中に被弾したらチャージがリセットされたりするんです。あ、そうなんですよ。シールドチャージ中にバーンって当たっちゃったらそのチャージリセットされるの。何もなんていうボールもそうだしシールドもそうだし全部のチャージがリセットされちゃって、そうだから絶対に当たっちゃダメなの。もうあれはもう当たるのが一番最悪、シールドプレイヤーが当たっちゃ絶対ダメみたいなシーンなんですよ本当に。だからもうそうなの、だからシールドを貼るために前に行くってことが本当にできなくて、本当それはマジで本当申し訳ない。もうめっちゃ言われためっちゃなんかシールド貼る位置もうちょっと工夫した方がいいってめっちゃ言われたんですけど、やってみーみたいな感じです本当にそうだからね、むずいんですよ。前に行ったら前にだって、しかもその一番最初のあれでもう私4つあるうちの1個しかなくなってたから3つなくなってたからもう前に行くにも行けないしみたいな、めっちゃ怖かったですあの試合本当に。でも本当真帆ちゃんがそうちゃんと3点ラスト20秒とかで3点取ってくれて本当にありがとうって気持ち。まあでも1枚目のシールドなんで私マジ1枚目のシールド貼ったのにそのシールドより前で対戦してたんですよ謎に。確か違ったかな、あの波動の公式さんのツイートのあれ見たら分かるんですけど、確かに e スポーツやってみっちゃとかめっちゃ良さそう。富山の e スポーツあるんかな、なんかめっちゃ良さそう。波動の公式ツイッターいいねしたはず、してある。音出ちゃいました。私今何見ようとしたんだっけ。私今何見ようとしたんだっけ。忘れたあ、シールドの前に出てたか、そうだ。あ、その映像ないわ。ラスト30秒からしかないこの波動公式さんないや、残念。
そう。でも本当私絶対はそのシールドより前に出てて出てたんですよ絶対そうやばいですよねバカすぎるマジで。真帆ちゃんでもあと1枚シールド残ってたんだ、これ最後終わった後ももう1枚残ってたんだ。でももう真帆ちゃんはもうシールドを貼るよりも先にもう打ってほしいからいっぱいそうそうそう、シールド2枚あったんだって真帆ちゃん。めっちゃバカマジ私なんで貼ったシールドの本当にシールドどこに貼ったか分かんなくなっちゃってたんですよね完全に。アーカイブ買わなきゃ。え、映像倉庫さんにね出るんですよ。だからそれを待てばいい。それを持ちます。待ちます。で、シーズン2は全部出たのかな、多分。デイ3、デイ3まで出たのか。いや本当にむずいけどマジ楽しいけどプレッシャー半端なかった。うん、でもマジで勝ててよかったです。罰ゲームと一緒に今後とも走…あなたですか、罰ゲーム考えた人。ちょっとなんかハルピョンさんのファンの人ですかねみたいな話ひろゆこさんがしてたから、私のあれの時にスタンバイの時に誰渡したんだろうと思ってたら、今後とも橋渡るのはよろしくお願いしますって書いた紙をひろゆこさんに渡したら笑わあなただったんですね残念、私が罰ゲームやらなくて残念絶対 B が負けると思って書いてるじゃんって裏で言ってたんですよ。そう、波動でハルピョンを見つけました、ありがとう。え、てかさ、そんな話はちょっとそんな話とか言ったらあれなんですけど、なんかえ、これお、ここで言っていい話かななんかいや多分この方だけじゃないんですけど、最近なんか TikTok のコメントがマジで見れなくて、そうなんかコメント欄なんていうの、動画のコメント欄のところにはなんかめっちゃ来てる、うん、なんていうの、来てるやつは見れるんですけど、それとは別に通知のところもさコメント見れるじゃないですか。でそこの通知のところにあるのに、こっちの動画のコメント欄に TikTok のコメントがないみたいなやつがあるんですよ。そうなんかバグってる。だから前なんかの時のコメントにさ、なんかいいねしてもらえるように頑張りますみたいなコメントしてたじゃん。多分もう消したのかな、分かんない、ミッサーとのあれかな、そこ通知では見えたんですけど、そう通知では見えるのにこの動画からは飛べないの、謎に怒ってないです。え、だからそうどうにか、でも私が TikTok をアップデートしてないからかもしれない。ちょっとアップデートするわ。 Twitter もアップデートしとこう、ドボンもアップデートして、 Hulu もアベマもしとこう。あと何したらいい？今すぐやんなきゃいけない。インスタ、ショールーム、
映像倉庫。 LINE もアップデートされてた私やば。YouTube もアップデートしてないし、いや本当は全部しといた方がいいと思うんですけど、ちょっと時間かかるから、全部したら、全部一気にしたら時間かかっちゃうから、ちょっとずつ。今日の配信の、いやママに9時ぐらいには配信終わるからって言ったら、えご飯どうすんのって聞かれたから、あそれ終わりぐらいで食べるわっていう話して、今日もお菓子をちょっと食べます。あの静岡に行った時に買ったしらすせんべい、これマジうまい、えめっちゃこれ美味しい、マジみんな今度静岡行ったら買ってほしい。静岡駅に売ってる。マジうまい。うん、あと3分で始まる。私うなぎパイあんまめっちゃ好きってわけじゃないんですよね、あんまあれなんですよね。そう、このしらすせんべいの方が好き。塩辛い方が好き。いやーそういうわけじゃないんだけどね、甘いのも好きだよ。でもなんか最近思ったのは、甘すぎるお菓子も好きじゃないなと思って、はあ、うん、なんか前に本当にだいぶ前にもらった、めっちゃ前忘れたけど、クッキーみたいなのがあったんですけど、それを切り抜きのサムネに貴重なグラビアのショットが使われている、これえ最低じゃん。マジ最低。本当にやめてほしい、マジ切り抜かないでって言ってるんだけど、でも切り抜かないでってこれ言うこともなんかダメなんですよね。でも分かってるんですけど、あの違法だから、切り抜いてる時点で違法なのにグラビアのショット使ってるのはマジ違法だから、本当にやめてください。みんなで通報してお願い。みんなで通報しといて。でも小豆とか好きなんですよ、あんこ大好き。うん、マジ謎い始まった。
そう、鶴崎さんが卒業されるんです。どら焼き大好き、あんバターどら焼きとか大好き。だから甘いものが嫌いってわけでもない。むずいな、なんか、うん、いやー、このラストメッセージ泣けるんすよね毎回。でもクッキーが一番、あ、でもおせんべいも好き。わかんない、なんだろう、私は何が好きなんでしょう、わかりません。あら、ハルピョンさんだって。こんにちは、ハルピョンです。なんかほんと通常のクッキーが好きです。マガロマニア、メガロマニア東京、うん、なんだそりゃ。昨日ワルピョンがいたみたいだね。え、何の話、マジで何の話だ、マジでわかんないぞ、マジで何の話だ。素朴な美味しいもの、あー、かも。フラワーパーク、どこにでもあるよフラワーパークなんて。伝統工芸染め物、世界一大きい般若心経、出世城と呼ばれる城、知らん知らん。観光のシンボル、広島、都市名広島市、名物浜松餃子だ。浜松ですね、浜松市でした。ひろゆこさんがワルピョンって言ってるところが、え、どこですか。え、すごー、井上さん、ねえ。私も東静岡市かけるかな。すごい、芸能人チームめっちゃ強い今日。この前食べてきた、何、どれ、餃子、うなぎ、どっちだろう。ん、ほんとだ、山下真司さん、懐かしい。餃子いいね、浜松餃子。飲み物ある、海分、
すき焼きじゃないの？いや、よ、え？ですよね。焼き、すき焼き、すき焼きす、あ、へえ、夜すき焼きするよ。むず。あ、山下真司さんは昔東大王さんに出てらっしゃったので懐かしいなーって話でした。はい。いや、あの材料見て私肉出てくる前にすき焼きだって分かったんですけど、でも夜が出てこなかった。朝からすき焼きですもんね、 AKB は。はい、傘を差す、目薬を差す、指を差す、差すという動詞を表しています。共通する動詞は何ですか？回文何か知ってる？トマト。コンクリート作ってる。布団。畑耕してる。え、囲碁も刺すんじゃないの？囲碁、打つ、打つ、打つだ。コンクリートって打つって言うんですか？布団を打つって言うんだって。布団をリフォームして新品のように作り直すこと。へー、畑を打つ。へー、あ、ふくらぴー、布団を打つね、むず言うんだ。畑を打つね、すごっ。こん時東大王富山でやってた。分かんない、見てどうだったんだろう。He said that 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 boy said is wrong. どういうこと？畑を打つは知らなかったです。大軍が移動するときに鎧が触れ合う音がビンビンと聞こえた音が由来するとされている言葉は何？ビビる。へえ、ビビるってそんな由来あるんだ。知ってました？鎧が揺れる音がビンビンっていうからビビるっていうんだって。知らなかった。知らなかった。ちなみにグミもあります。
もう完全にテレビ見に来た人って感じ。こんばんは、出遅れた。いや全然出遅れてないよ、マジ普通普通だから大丈夫、安心して。そりゃね、最初から来てほしいっちゃ来てほしいけど、この時間に始めてるのがね割と厳しいですよね。しょうがない。昨日あのあとアイス食べたんですよ。あとで何のアイス食べたかメールで送ります。本当に美味しかったです、最高。もう勝った、勝利の後のアイスは最高ですね、本当に幸せ、ありがとうって感じ。もう本当に美味しいアイスでした。もう世界で一番と言っていいほど美味しかったです、あのアイスは。もう絶対にアイス食べたいと思ってたんですけど、でもやっぱりなんか勝った後に食べるアイスってねえ最高でしたね、本当に勝ってよかった。メール取ってない、取ってください。それが数年後お酒に変わりますうん、そうなのかな。別に今日ねお仕事なくて普通にあのお家に帰ってくるだけだったので、昨日の夜お酒グイッといったらいっただったんですけどね、アイスだったな、勝利したのはアイスでした。はい、お、何を作っているだ、嬉しい、好き。米を水に入れふやかす。ふやかした米を蒸す。ピンク。色付けした蜜を作る。米と蜜を混ぜ合わせる。あんを包む。え？そうやって作られてんの？桜餅って。へえ、知らなかった。桜餅ってこうやって作られてんだ。すごっ。あれかと思った、さっき和菓子の話してたからさ、和菓子の桜みたいなやつあるじゃん、なんかのんみたいなそう、あれそれかと思ってた。お、鶴崎さん、なんか桜のさ和菓子って言ったら一番に思いつくものあるじゃん、あれです、あれだと思ったの。ナレーションベースになっちゃった。和賀さんの話してるみんな。お、アンテナショップだって、都道府県のアンテナショップ、来い富山。地元のメーカー、ういろう、三重県、愛知、三重、瓶詰めのウニ、
夏みかん、かわらそば、うわどこだっけ、吉田松陰のポテトチップス、あ、わかんない、もう無理、山口県、へえ、三重だと思った、ういろうで、三重とか名古屋っぽい、違うっけ、すごい。わかんないっすよ、ちょっと富山代表なんで、はい、ほらだって後藤光さんだって東大王さんの三重って書いてるもん、うん、すごっ、うーん、ねだよね、ういろう名古屋っぽいですよね、クイズノックでワンツーおもろい、おお、またクイズノック。山口って漢字で書いた方時の画数が日本で一番短い、少ないらしいです。グミ美味しい、例題、一番星が見えた、この文章には千葉、滋賀、三重の3つの都道府県が隠れています、だって、え、こういうの好き、え、3つの星座名、無理無理無理、都道府県にしてくれ。都道府県にしてくれよ。わかんないよ星座なんて、帽子かぶってる、この帽子お願いします、今年はおしゃれしたいから素敵な帽子買いました、牛飼い、今年カラス、あともう一個わかんない、今年はおしゃれしたいから素敵な帽子買いました、ことだって、こと座、はあ、こと座のベガアルタイル、なんだっけ忘れた、うわー悔しい、あと一個分かるところだったのに、こと座デネブどれだっけ、なんか中学生の時めっちゃやりましたよね、夏の大三角みたいな、すごっ、わし座のなんちゃら、こと座のなんちゃらみたいな、なんでしたっけ。昔やったけど忘れましたね、小学校で習う漢字の難しい読み方編、むず、全部わかんない、それは嘘か、ちょっとはわかる、
ね、全部むずい。猿滑り、猿滑り。わずか、あれ。じねんじょ。小学校で習う漢字の難しい読み方だって。全然わかんない。14猿滑りですよね。違う？100日くれない。なんて読むの？めっちゃ猿滑りっぽくない？でも違うかも。めっちゃむずい。今日全然わかんない。ほら、サルスベリか花水木か紅いちごだって。はいはい、来た。サルスベリです、多分ね。わかんないけど、間違ってたらごめん。100日くれないって書いて猿滑りって読むんだって。めちゃむずですよね。そうそうそう、小学校で習う漢字で構成された難しい読み方の漢字です。なので小学校で習う漢字じゃない、なんていうの、読み方じゃない。うん、でもどうする、これで全然違って花水木とかだったらめっちゃおもろい。合ってるかな。なんか最近配信しながらいつも食べてますよね。やば、太る。でも逆に言えば配信外でほとんど食べてないんで、そういうこと。ちょっと盛ったけど、もちろん今日の昼とか食べましたよ、ちゃんと。大丈夫。お、イエーイ、正解、サルスベリー10番。細かい、へえ、密だから。うん、20番コンパスっぽくない？円、規則の木。
自然薯。食べてから昨日の写真の整理整頓します。ありがとう。ほら、イエーイ、正解。あんたもう全然わかんない。28番。へえ、あれでバネって読むんですか、すご。発表の発に条件の条。あれでバネって読むんだ。若布。若布。むず。わかめ。若いっていう字に布って書いてわかめって言うんだって。19。用意するの用。絶対ちゃうやん。なんて読むんだろう。ふくらさん間違えちゃったらもうわかんないよ。用意するの用。用意するってなんて言います。用意。働き。作用する方か。用意じゃない。すごい。全然わかんない。13。間っていう字にう。鶴崎さん失格しちゃった。馬に穴。バケツ。バケツっぽ。おー、すごーい。いいね、東大王って。わかんないですよ、バケツかどうかは。なんかそれっぽくない？あれで伺うって読むんだ。全然わかんない。9番バケツ。お、合ってる。イエーイ、合ってた。それっぽいやつ。
水に雲って書いてクラゲって読むの。あ、違うらしい。何？水に雲、水雲、水の中にある雲みたいな。え、クラゲだと思った。もずく、私大好き、もずく、もずく大好きです。無理無理、読めん読めん、読めません読めません。あ、違った。確かにクラゲって海の月だ。本当だ。へえ、むず。全部むず。方向の方。17だけ分かった。お昼に食べた。あ、自然薯、自然薯は私も行けました。俳句の俳にれ、むず。徘徊の徘だった。戯れ、すごい、すごい、全然わからない。そう思った。侮れって言ってたやつが何を言うとる。嘘をつくでない。嘘をつくでない。トランプを使ってタワーを作るとき、何？やば。すごい。すごい。映像が撮影された都道府県をお答えください。トランプタワーのやつはどういう、トランプタワーを作るときに何枚必要ですかっていう。やば。秋葉原に45分でたどり着けるのは茨城なんですって。知ってました？107じゃない？107だよね。で、元日に1個つくんですよね。そうですよ。はい。はい。でも今鶴崎さんは108持って、やば。すごっ。いや本当に鶴崎さんすごいっす、ほんまに。でもね、すごいっすよね。秋葉原から45分とか覚えてるのもすごいっすよね。
秋葉原拠点に活動してるアイドルグループの人が秋葉原から茨城まで45分で行けるなんて知らないし。うん、すいません。やばい、あと1時間30分ぐらいあるのに持ってきたお菓子なくなる。やばい、どうしよう。漢字オセロまだやってるよ。なんか寅崎さんが卒業なんですよ。だから鶴崎さん卒業会で、あのところどころ鶴崎さんのなんて言うんですか、これまでの見どころシーンみたいな、名場面シーンみたいなのを流してるって感じです。ちょっともしかしたら次の CM でお菓子補充するかもしれません。すいません。でもちゃんと夜ご飯食べれるぐらいのお腹にはするんで大丈夫です。お菓子別腹。卒業の卒って書いて終わるって読むんですって。知らなかった。4方向の方、正しい。貧困法制、なんで誕生してんのに偽ってんの？意味わかんない。誕生日の誕なのに、わかんね。34番。へえ。たやすいのやす？侮る。むず。漢字ってむず。この今出てらっしゃる大道さんは高校の時だったかなにオール5だったらしいです。やばない？すごすぎ。29はわずかっぽい、26は惑わすっぽい、でも全部適当。18番、乗っとる。はあ、すごい。頭いい。
12番ね、巻き耳って書いてなんて読むんだろう。耳が何おなもみってひっつき虫、へえ、耳がだと思った。窓はすっぽくない？違うかな。ぽいですよね。私もワスっていう動詞。イエーイ！合ってた。でもワスって書いてあったらもうそれしかわかんない。むしろ。だからあれが送り仮名なかったらわかんなかったです。わずか。ぽい。すんだからですよね。イエーイ正解ハルピョン。それっぽいももうない。雇う30雇う。おっ、えっすごくない。そう、賃金の賃なんかかな。え、だからこ、いや33は分かりません。はあ、賃貸の賃より賃金の賃で私は考えて、なんかお金あげるみたいななんて言うんですかね、賃金ってそうじゃないですか、働いてお金もらうみたいな、ありがとうみたいな、それって働いてるなーみたいな、雇うみたいな感じかなーって思いました。むず、純粋の純、三文字。キート、すごっ。すごっ。キートだって。うん。純粋の純で。うん。晩婚とか言いますもんね。結婚遅いこと、遅い、うん、あれ答えたいな。35、8、焼きベル、クベル、薪を入れるやつね。なるほど。施す。へえ。捨てるなのに。やばい、私が言った言葉、藤原さんの、藤本さんと全く同じだった。捨てるなのに35答えたいの。なんか操縦の銃ですよね。なんだろう、正す。35、違うかな。1番、なんとかとする。何この字、4文字、
心身とする、なんなんとする、悶々とする。悶々じゃないの、なんなんて何、逆に悶々とするっぽくない？あ、待って、ちょっとお菓子取ってくる、待ってて。すいません、ただいま。なんか微妙だった、なんかポテチとかでっかいのしかなくて、そう選んでたんですけど、すごっ、何なんなんとするってどういう意味、もんもんじゃないの、プリッツがありました、プリッチとクッキー。「なんなんとする」ってなんなんって感じですよね、はは。許す、すごっ。でもお腹いっぱいかも。でもお菓子のお腹いっぱいってあんまりさ、なんていうの、持たないお腹いっぱいだからいいんですよね、別に。
ホテル、もう一個なんだろう、暑いっていう字、熱する、暑い、ホテルですよね、ホテルっぽい、なれる、あ、違う、ホテルっぽい、ホテってそう、むず、暑いっていう字です、熱するとかの、生きる、はあ、ほんまそれいつ使うの、やばいやん、盗難よ、どうすんの、うお、角、角きた、郵便の郵で、なんて読むんだろう、郵便の郵、違うんか、宿場、どういう意味、村外れに設けられた宿場、宿場、こんちゃん、すごい、村、ま、村外れだっけ、なんだっけ、村外れにあるなんか宿場みたいな意味だって、宿場、だってこれでもう無理ですもんね、東大王勝てない、悲しい、うん、すごい、ウケる、友情の勝利って言う人なんや、そう、オセロだからひっくり返るんですよ、
確かに鶴崎さんこれ好きでしたよね、お絵かきリレーめっちゃ好きだった、これイメージ。うん、確かに。確かにめっちゃ好きだったイメージ。木野さん好きだったな。てか伊沢さん似合いすぎててちょっと笑える。なんか頭いい人ってめっちゃ絵描けなくあってほしい。やばい。めっちゃ不安。おお。超難問。停電。うん、考えてくださいだって。私たちも一緒に考えましょう。見れてる方。何？むず。耳？え？全然わかんない。耳が大きくなっちゃった？でも大きくなってないですよね。え、だと思った私も。でも別に大きくはなってないよなと思って。え、でもそれしかない。わかんない。知ってる？聞いてないよ。いやーしか知らない。むずいむずい。ことわざ。一人でもね、芸人さんがいらっしゃったらね、また別だったかもね。さっきのあれの中に書かれる方、絵描きさんの中に。ことわざ、ことわざなんだろう。なんか蒸気でホットアイマスクみたいなのしてる。鳥のくちばし？
全然わかんない、全然わかんない。早起きは三問の得だ。起きてるんだ鶴崎さん。東ゴンさんので分かったわ、三問。ああ前東大王さんかなんかでやってましたよね今のかわいい鶴崎さん、かわいい。ザ・アーリーなんちゃらバードワームみたい。日本の偉人わかるかな私。わかるかな。ジムトレ終わってウェルシアに来ました。え、今じゃ、今日じゃないよ、8日と4日だよ。やばい、あれに見えるあ、でも太陽の、え、めっちゃあれに見えるんですけど、あの流星くんわかります、舞台の吉田カレンと宇多田ハツカの流星くんに見える。めっちゃ何、全然わかんない。わかんない全然。なんか飛んでる、飛んでますよね。なんで？言われてもわかんない。へえ。義経って言われても誰、何、わかんねえってなるわ無理。去年のタイが、去年のタイが義経だったんですか。まずそっからだわ。カントリー、ワッツカントリーなんちゃら、モーストなんちゃらなんちゃら。
5号だっけ、あ6号か、全然わかんない。源の義経って出てきたらどう、何書くか、何書くんだろう私。え、行きたい。はい無理、3月25、私石川にいるわ。私、え、入場無料だったって、だから行きたいと思ったら石川にいるわ私。行けないやん。で、なんかずっと好きだよって書かれた今急に。西くんさんありがとう、ずっと好きだよ。え、お団子いい感じ。なんかお菓子せっかく持ってきたのにお腹いっぱいで食べてないんだけど。いける、お腹いっぱいっていうか、多分これ以上食べたら夜ご飯食べれなくなるなーみたいな気持ち。夜ご飯お菓子は嫌だな、なんか食べたい。今日のご飯何なんだ、綺麗に巻けてない。あれ、せっかく巻いたのに今日の朝。マジ一タワー、ありがとう。鶴崎さんは大学院生？なんだ、わかんない。博士課程？わかんない。なんかでも。まだ東大生です。で、今年東大を卒業されるってことで東大王も卒業。院生でしたっけ、大学院生。国名マジわかんない私、シンガポールしか知らない、マーライオンしかわかんない。ロケット打ち上がってる。え、でも七海さんめっちゃ絵うまいんじゃなかったっけ、違いましたっけ。野球、え、わかんない。キューバ。え、アメリカだったらもっと家具もあるっしょ絶対。
ほら、え、すごくないですか。え、すごくないですか。そう、野球が、野球の国でも、アメリカは絶対他いっぱい書く。海とかもう知らないです。私はもう野球だけで行きました。え、すごくない。もう完全にもう、はい、もうありがとうって感じ。もううちのホークス軍、すご、私いやでもうちのホークス人のキューバ軍団に感謝って感じです、はい、ヒット曲のタイトル、タコ、プレゼント、プレゼントをあげてる。太陽昇って沈むように溶けてゆくように、二人だけの空が広がる夜に、違う、なんだ、え、プレゼント、え、何それ、海、え、海プレゼント海大好きじゃん。3人組プレゼント、贈り物、喋っててそれがプレゼントだよ。くれなずむ町の、くれなずむ、はあ、送る言葉、はあ、いやもう誰か一人でもさ、金八先生書いてたらもう分かってましたよ。分かんないかな無理かな。金八先生書いとけばわかるみたいなでもそうじゃない、喋っててそれがプレゼントだよはむずいまあでも卒業だからっていうのもありますよね。送る言葉、推測で、寂しいですね。だってずっといましたから、東大王に。金八先生の絵は画力が問われます無理？いや絶対水上さんでしょ、そりゃそうでしょう
金八先生の腐ったみかんとか書いておけばよかったんですよ無理かなわかんないかな、どうだろう。あ、これ好き僕がいなかったらどうするつもり、これ今の好き。あー、これ良かった。これめっちゃ良かったですよね。懐かしいすごいしみじみとしてますが、すいません。いいですね。こうさ、なんかいい言葉言える人になりたいですよね、本当に。うん、鶴崎さんもそうだけど、ほんとなんか人に何かを伝えるって時にいい言葉を言える人になりたい。そのもちろん考えてかもしれないけど、なんか長い時間、なんか文章にするとかじゃなくて、こう話してる時にいい言葉を伝えられる、送れる人になりたいですよね。本当にそう、うん、そう思います。明日準々決勝何時からですっけ、日本時間7時なんだ。あ、明日もまだ東京ドームなの。あれ、準決勝からアメリカでしたっけ。明日はまだ日本でやってんだ。準決勝からアメリカ？マイアミ。あさっては、あさ、なんていうの、その次はいつですか？超難問、まずはこちらをご覧ください。うわ、なんだっけ、マダガスカル。濁点だけを表示、この国名は。
どこ？鶴崎さんもう終わり？早っ。てかむず。どこ？モザンビークってアフリカだって。カンボジアで張ってたんですけどね、私。カンボジアとブルガリア、その2つで張ってたんですけどね、出てこなかったです。準決勝は19-20。19-20だって。何時から？なんで？なんで？株？はあ、すごい、すごい。今 WBC の日程調べようと思った。ある生き物にまつわる映像。ワニ？違った。販売を目的として買うのはダメって書いてあったから、ワニ買っちゃダメなのワニかと思った。あ、メイクが赤耳、確かに耳赤かった。今日は15？ 違うね、このあとでね。16日のイタリアと日本。発見された都道府県。音だけ聞いててワニで笑った。カニ、青色のカニ。カニだけで行ったやん絶対。なんで？たまには見つかるやろ。福井県坂井市で水揚げされた水色のズワイガニ、越前 松島水族館に展示。へえ。むず。準決勝はローンテボパーク。これ全部日本時間で書いてあるのかな。きっとそうだよね。準決勝1。どっちだろう。
20日の朝か21日の朝。煮物ちょうだい。煮物ちょうだい。別に文字は変えなくていいんだ。分かんない。日本が勝てば21の朝8時。ちょっと見れない、ちょっと見れない、悲しい。21の朝8時なんだね。ちょっとそれは見れない、つら。見たかった。表している動物。ラインに尾が入ってんのか。はあ、そういうことね。決勝は22日の8時。な、うん、ワンちゃん。ワンちゃん見れる、早起きすれば。いや、21の朝は早起きしても見れないんですけど、22の朝はワンちゃん早起きすれば見れます。お、早起きできるかって問題ですね。では皆さんは作品名とかわかんない、小説の作品名。無理無理無理。21は厳しいですね。4時間ぐらいやってますよね。でもいやどうだろう、マジ決勝まで行ってほしい絶対。頼むって感じ、ほんまに。謎かけ問題、ほにゃららとかけてほにゃららと解く。答えとなる7文字をお答えください。卒業式とかけてダイエット食品の広告と解く。その心は。どちらも当時感動掃除。はあ、効果を歌うでしょう。卒業式効果歌ったな。高校の卒業式マジ覚えてない、全然覚えてない。日本で一番高い山と。これはもう見てないと分かんない。国はどこだよね。い、分かんない。準々決勝はイタリアです。はい、勝ったら21日。場所確保しようかな。高校の卒業式は出ましたよ。
確か出たはず、出ました。あ、お腹鳴っちゃった。え、福くんってこんなでかくなったんだと思ってすいません、なんか急に。え、そう、明日は見れるはず。ん、明後日、明後日 B 公演ですもんね。でも1公演ですもんね。だから明日じゃないから多分行かなきゃいけないのは、だから大丈夫だと思います。明日は普通に見れると思う。うん、大丈夫だと思います。はい、問題は21、22かな。うん、一番問題は21なんですよね。22は早起きすればって話ではあるんですけど、うん、21はちょっと分かんないです。また言いますね。やばい、お腹空いてきた、どうしよう。お菓子食べてんのにお腹でも。プリッツはなんか一回開けたら全部食べなきゃいけないじゃん、袋ごと、袋ごと袋で、袋、袋を。だからこのソフトチョコチップクッキーの方にします。なんて書いてあったの。人口が世界一多い国、一番多い国はどこ。この映像を作成した都道府県は。知事 AI なんですけど、受ける。え、めっちゃ石川かと思った。アトムがいる、なんちゃら海岸、わかんない。白浜、あ、鳥取、鶴崎さんのあれだ、出身県だ。なるほどね。すごい、白い浜の砂なんていっぱいあるよ鳥取県はメタバース化を設立だって。なんかレミタンなんかコラボすればいいのに。なんかやってますよね今 AI、 え、なんだっけ、 VR みたいなやってますよねわかんない、なんだっけ、サーリアルみたいなやつ。鳥取県メタバース化あるんだって。レミタンコラボすればいいのに。どうしよう、話進んでたら、私ここでなんか話漏らしたみたいになってたら。え、全く知らないです、何も。でもやればいいのにと思っただけ、本当に知らない。
うしよう、本当に話進んでたらどうしよう、やばい、本当に知らずに言ってるんでごめんなさい、もしも明日とかに発表されたら、本当知らずに言ってるんで。むずっ、何ビッグマック指数って、ビッグマック食べる割合、ビッグマック指数初めて聞いた、めっちゃお腹空いてきたやばい、お腹鳴りそう、あ、鳴っちゃった、やばい、マック食べたくなってきた、食べたばっかりなのにマック食べたんですよ、なのにマック食べたい、都道府県、撮影された都道府県、え、怖っ、貞子おるやん、奈良県、へえ、怖っ、めっちゃ怖っ、大政さん、クッキーありがとう、そういうアプリ使わなきゃいけないのかな、わかんない、よくわかんないけど、あ、ピーチョコチップクッキー美味しい、うん、これめっちゃ苦手、一音ずつ増えていくとかってやつですよね、めっちゃ苦手、でも卒業系のソングだと思うんだよな、卒業会だから、分かったらみんな曲名言っていいよ、マジでわかんない、そんな曲だっけやばい、すっきりしてない私、そんな曲だっけAKB の曲だったらね全然いっぱいわかるんですけど、うん、毎朝鏡に向かって俺は最強だと叫ぶ人物、日本人選手と初めてプロに転向、
シングルス107連勝記録、錦織圭さん。あ、お腹鳴っちゃったよ。もう、そこ。国枝さん、この間なんかし、あれ、ニュースになってらっしゃいましたよね。あ、引退発表されたのか。だからか。107連勝ってすごいですよね。本当にすごい、うん、私が昨日あんなに波動で勝ってめっちゃ喜んだの、もうなんかもうそういう次元じゃないんだろうな。集大成、え、すごくない？すごくない？東大王さんに勝ちました私。すごくないですか？集まるっていう字しか分かんなかった。でもなんか集まるっていう字で3文字でなんか鶴崎さん卒業だから集大成かなと思って、集大成って言ったら当たりました。すごい、またなんか流れてきてる。もう多分どっか行った気がするけど、こんにちは。あれかな、アイマーさんって書いてあるから、もしかしてうちの推しから流れてきました、小沢あゆみさんから。私もあゆみさん大好きなんです。ラストアイドルの時から本当に大好きで、もう最初の最初の最初にテレビに映った瞬間からすごく好きで、もうあの笑顔はなんだと思ってめっちゃ可愛いなと思って大好きです。すごい。いかしせつ、私生活しん、あ、んもなかった。もうでもいなそう、あいまあの方。普通にもう私の配信から抜けて、浮きせそつなめ、夏目漱石さん。はい、水上さんにも勝ちました私。すごっ、カットされてたとしても、でも私これ今言ってるから浮かせみたいな言ってるから勝ったかもしれない。だってあそこにいたらさ言えないじゃないですか。待って、お腹めっちゃ鳴ってる。待って、お腹、お腹めっちゃ鳴ってる。そう、ここで言えてるから、浮きせそうみたいな言ってるから分かっただけで、多分あそこにあの場にいたら絶対分かんない。だって喋れないから。聞こえない？いや、そうですよ、だから聞こえないように私喋ってるんで。はい、とにかく喋って聞こえないようにしてるんで。お腹空いてる。これがプロってもんですよ。
違うか。明日放送されますよね。テレ朝？明日。テレ朝大丈夫。あ、大丈夫。入るわ。焦った。普通に普通に焦った。あ、野球。富山で入るかなって思ったけど、富山、むずいんですよね。なんか富山で入るところは入るし、入らないところは入らないみたいな、なんていうんですかね、あの石川県さんから電波をお借りしているお宅は入るみたいな、 HAB。 私は石川県さんから電波借りてるので5チャンネル入るんですけど、イエーイ、稲爪沢関。見ても分かりました。悔しい。そうなんですよ、最後の位置で待ってるって本当に相当なプレッシャーで、もう本当にもう昨日のプレッシャーは関係ないから、喋んなって感じ、すいません。なんかしんみりすごい。このキャラいなくなっちゃうんだ。いや、まあクイズノックさんではねずっと見れるんですけど、これからも。なんかしんみり、今日初見だけど鶴様人柄良さそうなの分かる鶴様って呼んでんのめっちゃおもろい。もうすでに、入れ替えっていうか東大王って名前なんで、東大生じゃなくなったらもう東大王側としては出れないんですよ。そう、あ、出た、玉手箱が出てくる昔話は何、あ、何今までなかったけど、これ苦手なんですよね私、本当にこの問題、これめっちゃ苦手。たまにねピーンってくるんですけど、そう苦手。新月の3月のか、3月だ、新月じゃなかった。
3月祝日すごっ。やば。夢見ちゃうんですよ。うわ、いいことやってらっしゃいますね。それをやりたかったんじゃん。ねえ、なんかね、初代東大王による最後の真剣勝負、やっぱずっと見てた人がさ、そこにいなくなるって絶対大きいじゃないですか。あと10分ぐらいしたらご飯にありつける。私も答えよう。でもめっちゃむずい問題来るんだろうな。無理、世界遺産とか無理、わかんないもん。地球推しとかされるやつですか。ほら、わかんないっす。世界遺産はちょっと知識範囲外です。私全部同じ街並みなんだが、うん、そんなところに、なんか普通の道に世界遺産ってあるんですね。アンミカさんしか知らないわ、めっちゃおもろい。うん、出たよ。小説無理なんですよ。本読まない。読め、はい、すいません。
なんだろうな、写真男、はぁ私はその男の写真、ミツハ、ミツバ、山陽、山陽、山陽、今日正解してない、かわいい、でれん、うん、はい無理です、はい無理無理無理、わからない、EU とか無理、あの辺ヨーロッパ難しい、正解して欲しかったな。富永さん高級安定、楽しみました、めっちゃ楽しみに向かったやですよ、もう大道さん号泣してる、ね、TVer で見よう完全版ということで、やばいやばい9時配信終わんなきゃ配信終わんなきゃ、やばい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 、危ない危ない、はいということで、あの間もなくね AKB48 の一緒に、まず一緒に、まずはい、ちょっと待っててくださいね、まず一緒に、こう見ていただいて本当にありがとうございました。本当に私東大王さんが大好きでして、こうなんていうんですかね、東大王さんをまあ結構いろんな何回も配信で一緒に見るっていうことを皆さんとさせていただいてきて、やっぱこう一つ学べるものが増えるっていうのが私はすごく好きで、みんなと一緒に見てきたんですけど、こうまたねこれからもなんて言うんでしょう、まあ別に東大王さんじゃなくてもこうクイズ番組とか一緒に見たいなって思ったりしますし、まあこうなんて言うんですかね、いつかね出られたらなとは私の中でも思っているので、私もなんかいや橋本さんをって言っていただけるようにちゃんとなんて言うんでしょう
AKB っていう肩書き以外にもそのテレビに出た、やばいやばいやばい、始まっちゃった。テレビに出た時にあのしっかりとなんか肩書きがあるといいなっていうのは思っているので、またしっかりと勉強していけたらなと思います。頑張ります。ということで配信が始まってしまったので、私自身もランキングを読んで終わりにしたいと思います。今配信始まったんですけど、 AKB48 61枚目シングル情報解禁スペシャルが始まりました。ぜひ皆さん、あのこのあと私の配信が終わったら見ていただけたら嬉しいなと思います。いろんな情報が解禁されますので楽しみにしててください。それではランキングを読みたいと思います。いきます。ちょっと待って、テロップ変えよう。はい、いきまーす。1位、ちょっと待ってください。エンドレッドアトピョンズさん、ありがとうございます。2位西くんさん、ありがとうございます。3位カズさん、ありがとうございます。4位ともゆきさん、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位ゆういちさん、ありがとうございます。7位ベベモンさん、ありがとうございます。8位マジ、ありがとうございます。9位、ネバーストップさん、あごめんまたあれできてない、推しのなんちゃらなんちゃら、ありがとうございます。10位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。11位ツッチーさん、ありがとうございます。12位マジカナバナナちゃん、ありがとうございます。13位バージョンRさん、ありがとうございます。本日のラッキーエイト88位はヤリちゃんズさんです。ありがとうございます。ということでありがとうございました。お、ルミタンが MC してる、すごい。ということでなんか始まったので、なんか始まったので、あの始まったので皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。私はもう配信終わるので、最後にキャッチフレーズと、なんてしたっけ、あの1万人の歌だけ終わって終わります。1万人1万人1万人でお弁当食べたいな。それではありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、先のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで12,390人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、テーマ県代表ハルビオンこと橋渡るなでした。ありがとうございました。また明日は多分あの野球見ると思うので、ぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。ありがとうございました。 YouTube 見てね。バイバイ、おやすみ、バイバイ。